新型コロナウイルスの1日あたりの新規感染者が連日数十万人を記録しているフランスで、2日から屋外でのマスク着用義務が撤廃されました。ターミナル駅からは続々と人が出てきます。テレワークの義務化が終わり、通勤客も街に戻ってきたようです。フランスでは2日、感染対策として行われていた屋外でのマスク着用や週3日のテレワークの義務がなくなりました。1日の新規感染者は41万6896人と厳しい感染状況は続いています。しかし重症病床の使用率などは減少傾向にあり、政府はオミクロン株の特性などから規制緩和を決めました。16日には映画館や電車などでの飲食も可能になります。